商店街の交差点、三和本通り商店街と奥へ伸びる甘ヶ崎中央商店街。甘ヶ崎中央、三和、出屋敷商店街は、兵庫県甘ヶ崎市の阪神甘ヶ崎駅からで、屋敷駅にわたって周辺へ伸びる商店街群である、元気街の愛称も付けられている。本校では、元気街に含まれる商店街、市場、駅前商業施設のほか、 商店街に関連するチェーンストア等についても述べる。甘ヶ崎中央3は低屋式商店街周辺地図通りが東西南北のべ約2キロメートルにわたる大規模なアーケード街には約600軒の店舗があり、古くから甘ヶ崎市の中心市街地として発展してきた。しかし甘崎市の人口減 個人商店の後継者難、同市周辺に大型店が相次いで開店したこともあり、閉鎖する店舗も続出、シャッター外化の危機に直面する。そこで近年、町づくり支援のための組織が誕生、さらに天が崎市の出資を受けて、株式会社タウンマネージメント機関天が崎が設立され、 大学との共同研究など活性化のための様々な試みがなされている。その中で、プロ野球、阪神タイガースの応援イベントは全国的にも注目された。また、アマレンジャーなる、ご当地ヒーローもイベントに登場している。地元ではこの地域に対し、サンワという名称が比較的よく使われている。マスコミからは、天マ駅前商店街などと呼ばれることが多い。 天ヶ崎中央商店街、3は本通り商店街を主軸として、東西南北に伸びる商店街群はエリアによってそれぞれ通りの名前や市場名で呼ばれている。中央一番街、中央一番街東西約640メートルに渡る天ヶ崎中央商店街の東端にある通り、阪神天ヶ崎駅からの玄関口でもあり、駅北の中央公園西側の車道、 5号橋線を渡るとすぐに1番街の入り口がある、神田中通り2丁目に相当する地域。中央3番街、中央3番街車道を挟んで1番街の西方へ続く通り、途中に車道との交差点が1箇所ある、神田中通り3丁目に相当する地域。中央4番街、 中央四番街シャドウを挟んで三番街の西方へ、続く通り。途中にシャドウとの交差点が一箇所ある。神田中通り四丁目に相当する地域。中央五番街、中央五番街シャドウを挟んで四番街の西方へ、続く通り。一番街より続く、中央商店街の西端に位置し、通りの終点で、三は本通り商店街及び、三は西町商店街と接続する。 神田中通り五丁目に相当する地域。三話本通り商店街。三話本通り商店街南北のメインとなる通り。地元で中央商店街を含む地域一帯が三話と呼ばれる由来はこの通りによるものが大きい。三つの輪がシンボルマーク。三話西町商店街三話西町商店街。西側入り口中央五番街より三話本通りを挟んで西方に伸びる通り。 サンロードサンロードさんは本通り商店街の西側に、並行する南北の通りだが、南へ伸びるにつれて、通りの分岐や交差もある。ナイス市場ナイス市場、北側入り口さんは本通りの東側に並行し、中央五番街から北側へ伸びる通り、食料品や雑貨店が並ぶ市場。シャンキカンだ、シャンキカンだ、中央五番街から、南側のサンワ市場前にかけて、 食料品や雑貨店が並ぶスーパーマーケット形式の店舗。旧神田市場からの建て替え。三和市場三和市場の北側入り口サブカル系等の店舗が集中している。三和本通りの東側に並行し、シャンティカンダの裏側より南へ伸びる通り。食料品や雑貨店が並ぶ市場。天下ス線アマ天ア,マア,マアマ阪神天マガ駅。 高架下に展開する専門店街で阪神電気鉄道の子会社阪神武道産が運営。前身は1964年にオープンした2000デパート。当時は阪神武道産の前身企業である天ヶ崎センターが所有。運営は中央商店街や三和商店街の有力者などが出資した株式会社2000デパートが行っていた。 リベルリベル阪神で屋敷駅前の再開発ビル。駅前の商店街にあった店舗を内包し、1990年3月21日に商業施設がオープン。旧三和店より転した大英で屋敷店が各テナントとなった。スーパー玉で天が崎店かつては商店街の中や隣接地域に多くの大手チェーンストアが出店していた。かつての店は、 ダイエートポース以外の店舗では、食料品は扱わず、医療品や雑貨のみ扱う店であった。集客施設の意味合いもあったが、店舗の老朽化や業績から1990年代以降相次いで閉鎖された。現在は撤退した大手チェーンに代わり食料品をメインに扱うチェーンストアが進出してきている。関西スーパーで屋敷店ダイエーで屋敷店のあった、で、 屋敷駅前のリベル1階に2008年4月26日に開店。食料品を取り扱う。スーパー玉で天ヶ崎店キュートポス天ヶ崎店の空ビル1階に2010年12月14日開店。大阪府を地盤とするスーパー玉でにとって初めての兵庫県寝室である。24時間営業。食料品を扱う。2011年6月9日。 二階に伊藤五福が開店。トポス甘ヶ崎店。三は本通りの西側、国道二号沿い。1966年11月3日に大栄甘ヶ崎店として開店。甘ヶ崎市では実質初の大型スーパーであったが、当時は周辺の反対が強い中でのオープンであった。大栄当時は最上階に食堂があった。百八十二年三月六日に、 ディスカウント店のトップスに業態転換した。大英三和店1969年12月に三和西町商店会の生誕前に開店。同天ヶ崎店とは100メートル程度しか離れていなかった。大英で屋敷店前日の三和店を事実上移転する形で1990年3月21日にオープン。リベル3階地下1階のフロア西半分に入居した。 長崎や甘崎店、中央4番街に店舗があった。医療品、雑貨のみの扱い。甘崎さ先さんは本通り商店街に、旧マイカルが、日井甘崎店としてオープン。1985年に、サティへ、名称変更した。その後、ビブレ、マイカルナックと、業態変更を経て閉店。いずれも医療品中心の店舗であった。泉屋甘が崎店。 中央五番街にあった雑貨、医療品のみの扱い。2008年8月に閉店。後に医療品店のパレットが入居し営業している。自転車通行禁止案内商店街提携の駐車場が周囲に用意されているのでマイカー等で来ることも可能だが、回遊性を考えると鉄道、バスの利用が望ましい。また自転車で来店の場合、 商店街の通りは歩行者専用道路のため、自転車を押しながら歩く必要がある。ありがとうございます。